はい、酒好きな、新潟市の飲酒動画始めていきたいと思います。今回はね、また中杯ですけども、氷結の早摘み、甘さ控えめレモン、糖質50% オフです。アルコール度数 4%、果汁が 4%、となってます。原材料がレモン果汁と、ウォッカと、食物繊維と糖類と香料と酸味料ですね。はい。早摘みレモンの、氷結ストレート果汁を主に使用した甘さ控えめの食事にも合う氷結。早摘みレモンってことは、いわゆる青っぽいっていうか緑っぽいレモンってことですかね。ちょっとライムに近いのかな。味的にもなんかライムに近そうな感じしますね。はい、ですね、もう現在酔っ払っておりまして、焼酎ハイボールをですね、今日ですね、なんと15本買ってきまして、焼酎ハイボールシリーズいろいろね、大好きなんで、とりあえずドライをね、主軸に置いてね、今日現在3本飲んでおります。うん。うまい。3本飲んでおります。でね、近くのね、酒屋でね、ポイントが溜まってたんで、1500ポイント溜まってたんで、1500円分ね、焼酎ハイボールが1缶、税込みで100円だったんで、じゃあ15本買おうっていうことで、15本、ブワーっと買って、今日ね、飲んでる次第でございます。それでは、こちら飲んでいきましょう。でですね、今日のつまみは、じゃん、丸ごと当たり目。これは、おつまみのね、ナトリというメーカーの、株式会社ナトリ、丸ごと当たり目。これ結構美味しいです。ゲソと当たり目を一つの袋で楽しめます。噛めば噛むほど、味わい深いおつまみですとなってます。どうでもいいんだけど、最近、なんか暑かったんだけど、急に寒くなって、ね、今日めっちゃ寒いんですよね。まあ、めっちゃっていうか、昨日に比べると10度も、最高気温がね、最高気温が18度か17度ぐらい。昨日28度か30度ぐらい行ったんですけどね、最高気温。急に寒くなりましたね。現在の気温が、20度キューブ。昨日、この部屋でもね、28度ぐらいあったんですけど、だいぶ冷え込んでますけど。冷え込んでるって言っても長袖でね、長袖長ズボンだったらそれなりの、ちょうどいい。じゃあちょうどいい。過ごしやすい。昨日はちょっと暑かった。氷結。氷結はね、美味しいですけどね。それじゃあ、乾杯。レモンちょっと違うな、これな。普通のレモンよりか酸っぱい気がする。酸っぱい気がする。コクがある酸っぱさみたいな。ちょっとライムっぽいというよりは、
なんか、なんだろう。なんか違うな。うん。まあ、氷結はね、普通の氷結のやつは美味しいんですけど、アルコール度数 6% のやつね。だけど、ストロングシリーズはちょっと甘味料が使われて、まずくなってるんで、これは甘味料使われてないからいいんですけど。うん、まずいよね。だから氷結はストロングは買わないようにしてます。うん。あとなんか氷結ゼロとか糖質ゼロ、糖類ゼロ、プリン体ゼロ、甘味料ゼロ。え？あ、人工甘味料ゼロを実現って言ってるけど、これ甘味料しっかり使われてんのな、これな。人工甘味料じゃなければ何でもいいみたいな。甘味料かっこステビアが使われてます。これ人工甘味料じゃない、天然甘味料が使われてる。結局のところ、まあ、あれなんですよ。よろしくない。まあ、ということで、こちらの、早摘みレモン。甘さ控えめ、後口爽やか、早摘みシリーズ。若いうちに収穫し、みずみずしさがぎゅっと詰まった、柑橘を使用した。果実のフレッシュな香りや、爽やかな酸味が生きた、澄み切った後口の美味しさ。うん。これ普通にまあ、うん。結構ドライですね。美味しい。うん。うん。これ普通に焼酎ハイボールドライよかも、ドライじゃない？これ。うん。うん。これ全然、あれだね。カロリーが32キロカロリー。ちなみに、焼酎ハイボールの梅干し割りが41キロカロリーですか？ドライが42キロカロリー。ドライの方が逆に多いんで。こっちの方がかなりカロリーが控えめということは。カロリーが控えめということは、あれか。カロリーが控えめということは、まあ、ぶっちゃけた話、砂糖が控えめってことなんですよ、結局のところ。チューハイとかでね、カロリー。俺がね、思うに、カロリーっていうのは、ほぼ甘さの度合いなんですよ。チューハイで言うと。でね、カロリーは、まあ、そういうことでもない。ああ、一応アルコールにもカロリーが入ってるから、アルコール度数が高い、ストロングシリーズとかだと、カロリーは、55キロカロリーとか高くなるんですけど、うん。まあ、基本的には、やはり、うん。でもカロリー32キロカロリーってかなり少ないな。へぇ。これかなり多分あんまり甘くないんだな。うん。うん。あ、うめえ。当たり目がうまい。
ちなみに、アサリメってなんでアサリメっていうか知ってますか？アサリメっていうのは、なんか、ゲソ？違う。スルメ？そう。普通、スルメって言うでしょ。なんで当たり目っていうか。それはですね、スルメのスルっていう字が、いわゆる、スルって、あんまり良くない言葉。まあ、スリーとかね。あんまり良くない言葉なので、それを、当たりっていう、いい言葉にして、しまったと。そういうことらしいですね。だから、スルメっていう言葉よりは、こう、あれがいい。ロゴがいいというよりは、縁起がいいんです。いわゆるね、縁起のいい言葉として、するっていうのは、縁起の悪い言葉らしいですね。まあ、するめのする。っていうのがね。あ、結構これ酸っぱいな。するめっていう言葉。なので、当たりめ。となったみたいです。でですね、僕はかなり、マヨラーでして関係ないんだけど。スルメに、まあ、マヨネーズつける。で、食べるとか、ね。結構、ね、してる人いると思うんですけど。まあ、個人的にあれは俺あんまりやんない。マヨラーなんで。本当に俺マヨラーなんで。ご飯にマヨネーズバーってかけて、バクバクって食うこともするんですけど。当たり目は、なんていうかな。結局噛む時間が長いでしょ。だから、あんまり、マヨネーズかけてもね、もう食ってる最中にもうマヨネーズだけ、結局結局噛む時間が長いから、こう噛んでるうちにもうマヨネーズがもうなくなっちゃうんだよね。で、マヨネーズの味っていうのは結局ただのマヨネーズの味に過ぎないじゃないですか。こう一緒に食べるっていうことがなかなか難しい。あれは。当たり目につけてもね。だから、結局マヨネーズっていうのはつけても最初に食べるんで、口に入れちゃうともうすぐね、もうマヨネーズが先になくなっちゃうわけですよ。もう当たり目と一緒に食べたいのにって。だから結局意味ないんで、もう。当たり目には基本的にマヨネーズはかけません。だからもうちょっとこう、なんていうか噛まなくていいようなもの。まあ割とね、柔らかいものに、硬いものだとやっぱりね、噛んでる時に、もうマヨネーズがもう、ね、食道の奥にね、胃の中に入っていきますから。意味ないんです。まあでもかなり俺マヨラーなんで、俺今もね、実はマヨネーズ、二つ冷蔵庫に入ってまして、俺のね、俺専用のマヨネーズ。一つはキューピー。とりあえずキューピーとね、味の素の、有名なやつ、ね。
取れて、3日以内の卵を使用しました、みたいなのがあるんですけど。それのマヨネーズね、こうちょっと食べ比べしたんですけど、やっぱりキューピーの方がどう見ても美味しいんだよね。まあ、どっちかっていうと、キューピーはね、酸味が強いんだよ。酸っぱい。で、俺結構酸っぱいのが好きなんで、あ、やっぱり、キューピーは結構酸っぱいんで、美味しい。っていうのはありますね。まあ、それも人それぞれですけどね。まあ、キューピーのマヨネーズは、美味しい。めっちゃ美味しい。でもね、キューピーのマヨネーズ確か 400g ぐらいで、180円ぐらいなんですよ。でもね、同じ容量でね、なんと、400円ぐらいする、いわゆる 2.5 倍ぐらいのね、キューピーの 2.5 倍ぐらいする値段のやつが、マヨネーズが実はありましたですね。あるんですよ。あれちょっと食べてみたいんだけど、高いから手が出ないんだよね。なんだったっけな。なんか、いや、俺もあんまり覚えてないんですけど、なんかね、辛口と甘口があるやつなんですよ。辛口と甘口があって、まあ、なんか、なんとかかんとかかんとかの、マヨネーズみたいな感じのやつが普通にスーパーに売られてたんで、で、ググったところによるとやけに美味しいと。評判なんですけど、って感じ。なんだよね。なんかこう、マヨネーズ好きなんだけど、普通にキューピーっていう神のマヨラーのね、あれがあるから、マヨラーの聖地であるキューピーマヨネーズっていうスーパー美味しいマヨネーズが庶民のね、味方であるね。値段安いしね。マヨネーズがあることからですね。まあ、俺、ちなみにマヨネーズ自作したことないんで、俺自作するのめんどくさいんで、作んないんですけど。あれほんとマヨネーズで作ると、一応自分で作れるみたいなんですけど、結構めんどくさいみたいな。こうかき混ぜながら、ちょこちょここう油をこう足しながら、ちょこちょこって入れながらこうかき混ぜるんですよ。バーって。ね。こう、かき混ぜつつこう、ちょこちょこって入れながら、こうかき混ぜて、それをブワーって続けてなきゃいけないんで、結構めんどくさい。だから、普通に考えてみる。だってさ、400g のさ、一般的なマヨネーズの、ね、大きさで、180円ぐらいで買えるわけです。そこまでめんどくさいことして。まあ別にいいんですけど、こだわりたい人はね。俺はもうめんどくさいんで、キューピーのマヨネーズ一択で。ただちょっと気になってるんで、その高いね、高級マヨネーズ。まあ買ってね、もし美味しかったとしてもね、ちょっと、無理だよね。まあ、無理っていうか、なんか、どうなんだ。あんまり量を使えないよね、やっぱね。結局、美味しいとしても、まあ、どんぐらい美味しいか知らんけども、2.5 倍の美味しさは多分ないと思う。キューピーの 2.5 倍の美味しさって、まあ、ないとは思うんですよ。でもね、本当にね、キューピーのマヨネーズは本当に美味しい。酸味の強さと、まろやかさと、ね、マイルドさと、ね。ご飯にね、
まあ、マヨネーズかける人間ってあんまりいないんですけど、大体マヨラーの人しかやらないんですけど、俺ちなみに、マヨラーになったきっかけって、実は僕あって、昔ね、俺が7歳ぐらいの時に、今から20年前ぐらいにですね、住んでた家にですね、の隣の家の人とですね、その隣の家のお兄さんがいたんですよ。で、そのお兄さんと仲が良くて、普段こう遊んでたんですけど、そのお兄さんがですね、なぜか、まあ、なぜかっていうか、昼にですね、確か、ご飯で、これ美味しいよ、みたいな感じで、持ってきてくれたのが、ご飯にマヨネーズをかけて、プラス、なぜか、ベビースターラーメン、ベビースターラーメンをパラパラっと振りかけたやつがですね、はいって、渡されたの。これ美味しいよ、みたいな。いいって。ね、それ食べたらですね、うまいと。今思えばそっからですね、確実にマヨラーはそっから、だからね、本当にあれはね、美味しいと思います。ご飯にね、マヨネーズかけてね、ベビースターラーメンのね、チキン味、ベラベラってかけるとね、うまいよ。食ってみ?食ってみ?皆さん。まあ、ただね、俺まあ、まあいいわ。あんまりやっぱり、結構あれカロリーあるんで、カロリー。本当にマヨネーズってカロリーあって、本当にあるんですよ、あれ実は。ちなみにこれがね、まあ一般的なチューハイってだいたい 100ml 50キロカロリーぐらいあるんですけど、いいですか?マヨネーズのカロリー。どれぐらいあるか。ググってみましょう。キューピーのマヨネーズ。これすごいぞ。いいですか?はい。なんとですね。びっくり仰天。ここに書いてあります。キューピーのマヨネーズ。なんと、たったのね、15g で100キロカロリーあるんですよ。なんだこれ。100キロカロリー?ちょっと待って。おかしくねこれ。だってこれ 100ml で、ちょっと待って。100ml でこれ32キロカロリーだよ。100ml ってことはだいたい 100g なんです。100g で32キロカロリーなんです。まあ、これはちょっと少ないから、ちょっとあれとしても、だいたいチューハイって1本あたり、まあ 100ml あたり50キロカロリーあるんですよ。つまり、100g あたり50キロカロリーあるんですよ。グラムの半分カロリーって考えても。これあれですよ。なんと大さじ1杯かっこ 15g あたり。本来これの計算でいくと、7.5 キロカロリーぐらいのはずなのに、なんと100キロカロリー。これで合わせると、マヨネーズ 100g あたり、100g あたり多分、100g あたりだからこれ何キロカロリーあるんだこれ。15g あたりで100キロカロリーあるってことは、15、30、600、待て。650から700キロカロリーある計算になる。
ちょっと待って。200の246。え？ちょっと待てよ。マジでちょっとおかしいぞこれ。桁が違うぞマジで。やっばい。確実におかしい。30で200キロカロリーだから、100かける、ん？あ、666キロカロリーあるわ。はぁ。なんという、すごい。666キロカロリーですよ。いいですか？このチューハイ、まあこれ41キロカロリーあるんですけど、まあ大体まあ、これが多いと仮定して、50キロカロリーとしてもですよ。100ml あたり50キロカロリーと仮定してもですよ。なんと、13倍以上、超チューハイの、13倍以上のカロリーがあるという。恐ろしいね。もう太りたい人はもうマヨネーズ飲もうぜ。っていう。俺もね、最近そろそろ、あと1ヶ月後ぐらいに、あれがあるんで、なんだ。健康診断。がありますんで、まあ、あれなんですけど。俺、確か身長が173センチ。で、今現在60キロか。身長173センチの60キロなんですよ。うん。なんで、ちょっとね、173センチだから。60キロだとちょっと少ない。あと5キロ。ぐらいちょっと太りたいんで、うん、まああれなんですけど。よし、マヨネーズを食べようみたいな感じで言ってもね、ぶっちゃけな話、マヨネーズだけ多分飲んでても、多分太ってもね、内臓脂肪がつくだけで逆に多分よろしくないんですよ。あんまり。筋肉がつくわけじゃないからね。当然ながらですね、筋肉っていうのは、脂肪よりも重いので、噂によるとですね、いわゆる、お相撲さんは、むちゃくちゃ脂肪がありそうなイメージあるでしょ？でもですね、あれ実は、どうやら嘘っぽくて、めちゃくちゃ筋肉の塊らしいんです。だからお相撲さんっていうのはあれ、泳げないらしいです。本当に筋肉っていうのは脂肪の多分ね、2倍ぐらいの重さがあるんですよ。だからね、本当にガッチガチの筋肉らしくて、本当にやばいらしい。筋肉が、ビッキビキについてるらしいんで、あれ脂肪だと思ったら大間違いで、あれ実は筋肉らしいです。だからお相撲さんっていうのは基本的に、泳げない、らしい。まあ大体ね、俺基本的にね、太らないって、俺めっちゃ酒飲んでるでしょ。酒飲んでるのに太んないってなんでですかって、思われる方もいると思うんですけど。実は俺ほとんど酒だけ飲んでるだけで、つまみ食べてないんです。ね。実はね、酒飲みの人ってね、つまみ食べる人と食べない人で、だいぶ、
違うんです。実はつまみ食べるとですね、倍、本当につまみ食べない人に比べると、3倍ぐらいの、2、3倍、いわゆる脂肪がつくっていうか、やばい。体重が増えるらしい。なんでかっていうと、基本的に酒ってね、あれ酒だけ飲んでても全然、酒ってカロリーあるでしょ。カロリーあるんですけど。結構あるんですけど。でもですね、酒だけ飲んでると、実は太んないんですよ。なぜか。酒って飲むと、体が熱くなったりして、しますよね。それによってですね、発散されるんです。酒って結構、酒だけ飲んでも、消費されやすいんですよ。非常に。なので、酒だけ飲むと、すっごい消費されるんで、酒飲んでも大して、太らない。ですが、そこに、つまみを食べると、どうなるか。つまみがですね、その酒の、最初に本来酒がなけ、つまみがなければ酒だけ消費する、消費されるものをですね、非常に消費されやすい。ですが、その消費されやすい酒にですね、割り込んで、入ってくるんですよ。その、つまみが。で、つまみを先に消費しようと体がするんだったが、そんな感じの感じで、こう、酒のカロリーが後回しにされるんです。ね。後回しにされて、消費されるのは後回しにされて、で、先に、つまみのやつが消費されるんですけど、その結局後回しにされた酒っていうのは、酒のカロリーっていうのは、結局のところ脂肪についちゃうわけです。後回しにされて。もう、ね。後回しにされて時間が経つほどやっぱり、後回しにされたやつっていうのは脂肪になりやすい。ささっと消費されればいいですけど。時間が経つとやっぱり、消費しないでも脂肪になっちゃうみたいな感じになっちゃう。だからもう酒のカロリーっていうのがダイレクトに、ボカボカと、ね、ついちゃう。だから酒飲む人っていうのは、痩せてる人も結構いる。それは、つまみを食べてないからです。俺もほとんどつまみ食べないんで。マジで。こういう当たり目とか食べるけど。当たり目って大して、カロリーないんです。こんな。一袋あたり66キロカロリーですからね。大してない。まあ、いわゆる、まあ、そういうことですね。まあ、俺も普通にビールとか飲みますけど、全然、つまみ飲まないで、じゃあ、つまみ食べないでね、飲む人間ですから。酒だけ飲む人間ですからね、本当に。最近は太りたいがために仕方なく、仕方ないってこともないけど、まあ、つまみ食べるようにしてますけど。基本的に俺普段だったらつまみは食べないで、飲んでばっかの人間です。からね。うん。そう。そういえば大事なことを言い忘れてました。ですね。まあ、とりあえずあれか。このレビューいきますか。コクはあんまりないし、甘みもあんまりないし。
ということで、今日が5月の17日ですね。2244です。ということです。ですね。現在ですね、僕のあの、コミュニティじゃねえや。あの、YouTube の、チャンネル登録者数がですね、1000人を超えました。なんか俺のね、表示上で、なんか、1000人ぴったりになってるんですけど、まあ1000人、うん、まあ、今現在1032人となってまして、もう非常にね、あの、増えたなぁと。ね、皆さん本当にありがとうございます。まあ常にね、こうね、あの、こう、あの動画上げる際にですね、あ、チャンネル登録者数増えてんなーっていう感じでですね、こうね、なんか、こう嬉しいんですけど、こう、毎日ね、こう、ちょっとずつ伸びてってるんで、まあ、非常に嬉しい。というのね、ありますんで、ね、皆さん、まあ僕のね、活力になってますんで、非常にね、嬉しいでございます。ね、皆さんありがとうございます。まあこんなね、ただ酒飲んでるあれなんですけども。まあとりあえずね、まあ最近、今後はですね、とりあえず今年はですね、まあ、チューハイ、ビール。この二つですね。多分、ウイスキーはあんまりあげないと思います。新しい新商品はね。チューハイとウイスキーの、新商品をとりあえず、まあ、あらかたね、買って、まあ、レビューする感じで、あとはとりあえず、僕の、自分のちょっと、ウイスキーが大量に残ってるんで、それをちょっと消化したいっていうのがありますんで。で、そこは、ちょっとまじ消費しとかないともう、やばいんで。毎日ね、俺ウイスキーのハイボール飲んでますから。もう毎日のごとくね、ハイボールをね、消化するためにハイボール毎日飲んでますから。ね。ということで、2244です。これからもね、ゆっきーチャンネル、よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。